全会一致で可決された補正予算には、企業版ふるさと納税で集められた4500万円など、合わせて6500万円が、アスルクラロ沼津ホームタウン推進事業費として盛り込まれています。アスルクラロ沼津の本拠地、アシタカスタジアムは、照明の明るさが J リーグの基準を満たしておらず、ライセンス継続のため改修が必要となっています。これまでクラウドファンディングで集まった寄付などを加えると、改修に必要とされる1億円を超え、ようやくめどが立ちました。改修工事は9月に始まり、年内には完了する予定です。